ハインリヒノルトホフはドイツの自動車技術者である。ハインツノルトホフと表記されることもある。1899年1月6日ヒルデスハイムに生まれた。ベルリン工科大学卒業後 BMW の航空エンジン部門責任者となった。オペルに転職してサービス部門から工場長、取締役となった。オペル時代にはゼネラルモーターズで 自動車生産と販売のノウハウを学び、帰国後、オペルの生産と販売の実務に活かした。この時代、試作段階だった、KDF 試作車の軽合金製、オフエンジンを見て贅沢すぎるとし、これは、航空エンジンだと厳しく批判している。1948年1月1日、イギリス政府管理下に置かれていた、フォルクスワーゲンの責任者になった。彼はまず、 ホルクスワーゲンタイプ1を徹底的に分解研究し、再び組み立てて過酷な走行試験にかけ、その優秀性に納得して大いに自信を持ち、機械を見ては従業員に素晴らしい商品である胸を解いて、当時従業員が持っていたファシズムの遺産というネガティブな認識を払拭した。また常に生産ラインなどの現場に出向き、生産効率を上げる方法を様々な角度から、 研究した。早くから輸出志向を持ち、例えば1948年に生産された19244台のうち4464台を輸出に振り向け2100万マルクの外貨を得ている。輸出によって得た利益を新しい生産設備の導入に充てるなど積極的な復興政策を取りフォルクスワーゲンを世界的な規模に成長させた。生産が 軌道に乗り始めると本社をベルリンから工場のあったボルフスブルクに移し、市街の環境整備に力を注いだ。1968年4月12日フォルクスワーゲン、会長在任中に病没した。1985年に自動車電動入りした。ありがとうございます。